皆さん、サウナへようこそ。本日はこちらアンドホテル奈良若草山さんよりお送りいたします。本日一緒に体験いただく堀内さんです。堀内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは行ってまいりましょう。アンドホテルは高級住ホテルとして料理はもちろん、ここから見える景色のように眺望が何よりも売りのホテルになっています。星空ツアーという若草山山頂へご案内をさせていただいて、お日とともに夜景も一緒に楽しんでいただけるツアーが非常にご好評いただいております。あとサウナなども皆様に喜んでいただいております。ぜひよろしくお願いいたします。いただきます。いただきます。皆さん、こちら今テントサウナの中です。これ温度計があって、今だいたい80度、ちょっと開けたり閉めたり今してるんで、だいたい80度から90度の間には温度になるそうです。で、あとこれ10分の砂時計ですね。今ちょっと入って 2,3 分ぐらい経つかなってぐらいなんですけど、もうだいたい僕ら10分ぐらい今から入ろうかなと、ね、思ってます。木の香りがするこの石らしいんですけど、よいしょ、めっちゃ暑くなります。暑い、はい、暑くなった。めっちゃ暑くなりました。よいしょ、いきまーす。熱波送ります。結構サウナ行くんですけど、温泉の施設とかによく行かせてもらうんですけど、温度感っていうのは90度とか結構多いんですけど、ここのテントサウナ80度から90度なんですけど、普通の温泉の施設よりももっと暑いような気がします。体感ね、そうです、 すごい、なんかもっと90度以上あるんちゃうかっていうような、そうですね、100度近いような体感ですけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。では先にあの堀内さんから、はい、お水を入ります。入ってしまいますので、はい、ではどうぞどうぞ。失礼します。うわ、冷たい。うわ、気持ちいい。ちょっとまだぬるいと思うんで失礼します。ありがとうございます。うわ、やばいっす。うわ、まあ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 冷たいね、これ、先輩に氷入れていきたいと思います。どうします。優しいな優しいよ。景色がいいです。堀内さん、整いましたか。整いました。皆さん、本日のサウナラいかがでしたでしょうか。こちらバックの奈良市内を一望できる大自然の中で味わうテントサウナ、ぜひ体験してみてください。それではサウナラー。